ここからの時間は映画評論コーナー週刊映画辞表ムービーウォッチメンです。今、劇場で公開されている最新映画を毎週映画ウォッチ超人のシネマンディアス歌丸がウキウキウォッチング、その監視結果を報告するというコーナーとなっております。先週ムービーガチャマシン回して決まったのはこちらの映画、黒百合団地。リングシリーズで知られる J ホラー映画の旗手、中田秀夫監督によるホラー映画。ある団地へと引っ越してきた女性が隣の部屋で起こった変死事件の真相を打ち、忌まわしい過去の事件へと引きずり込まれていく。主演は昨年苦役列車でヒロインを演じた前田敦子と若手実力派の成宮弘樹さんということでございます。そして脚本を務めているのが先週、特集で登場していただきました、三宅龍太監督。まあね、三宅龍太さん、まあ今回は脚本ですけど、この番組で同じの三宅さんということでございます。ということで、リスナーの皆さん、通称ウォッチメンの皆さんからの感想メール、またもの映画監視報告多数いただいております。ご報告いたしましょう。メールの量ね、この黒百合団地見たよと皆さん、見たという皆さんのメールの量、まあ普通ですけど、普通ぐらい、賛否で言うと概ね評価している意見が7割、否定的な意見が3割。これでもあれですかね、先週三宅さんの心霊映画特集でちょっと一個、要するにその軽く補助線を引いといた効果もあるんじゃないかと思うんですけどね。あっちゃんの演技が素晴らしい。ホラー映画というジャンルを超え話も面白く悲しい結末だった。前半の展開からすると後半の展開に違和感を感じたなどが代表的な意見。また不満意見の代表的なものは思ったより怖くなかったというものでございます。代表的なところをご紹介いたしましょう。ちょっとダメだったという方の意見を先にご紹介しましょうかね。ミグ21さん、岐阜県初メール、ありがとうございます。黒百合団地公開初日、オールナイト上映会をウォッチしましたが肩透かしを食らった印象です。私がこれまで見たホラー映画といえばそれこそ中田監督のリング、このぐらい水の底からぐらいで、ホラー映画初心者といっても差し支えないレベルです。それだけに純粋に劇場でうわー過去素でみたいなものを期待していたのですが、そんな、残念ながらそれは叶いませんでした。生きるものと死したものの狭間という観点はなるほどなと感じましたが、やはりその他多くの観客は恐ろしい映像と音楽で、心揺さぶられる体験を期待していたのではないでしょうか。で、まあ、劇場の反応もやっぱりちょっとこう期待外れな感じの空気が漂っていったと。ただ、主演の前田敦子さんの、血の気の引いた青ざめた表情はとても良かったと思います。一方で、ラジオネーム平野社長さん、とても良かった、やはりお話がすごくよくできていると思いました。変な言い方ですがホラー映画なのに筋が通っているという感じです。筋が通っているからこそびっくり箱的な怖がらせ方をしなくてもちゃんと理不尽な因果応報が書かれていて、怖くやりせなくなってしまいました。役者陣では主役の2人は共に素晴らしいですが、特に前田敦子さんの演技には大満足です。どんどん存在感のある女優さんになってきていて、最後の表情に圧倒されました。脚本、カメラワーク、美術などが丁寧な仕事でしっかり世界を構築しており、あえて J ホラーというカテゴライズをしなくてもいいくらいによくできた作品だと思いましたというね、よかったというご意見でございます。他の皆さんの、ね、ご意見も、拝読しております。ありがとうございます。はい。さあ、それではね、今ね、最後にノートに一言ね、思い出したことを書き加えてね、ウォッチングスタートしたいと思います。さあ、ということでね、当然先週の、三宅さんの、まあ、心霊映画とは何か特集、ちょっと繋がる話が結構多くなってきますが、今回の、ハスリングならぬウォッチングね、この作品のその魅力の部分、いいな、この作品ここがいいんですよという部分が、よりわかりやすく見えてくるような、まあ、先週の特集と合わせて、いわば、まあ、その、やっぱり、補助線ですね、補助線の役割を果たせればな、というふうに私考えております、本日は。というのもですね、これはやっぱりリスナーの皆さん、先ほどのね、監視報告にもありましたけど、僕も、ね、実際その、サンプル DVD では毎回拝見してましたけど、新宿ピカデリーとかで、まあ、見てきたわけですよ、またね。で、やっぱりその僕の見た感じでもその劇場に集まってきた多くの観客がなんか期待してきたものとはまあ、結構あれ違うぞっていう感じで、ちょっとその空気僕も確かに感じました。僕が見た回も、その集まってるお客はやっぱりですね、まあ、例えば呪怨のね、ああいうのに、まあ、前の三宅さんの白い老女とかにも集まってきたの、まあ、いわゆる映画ファン的ではない若い観客たち。要はその、ホラー映画みたいなの、まあ、一種アトラクション的にね、わーキャーつって楽しむ。まあ、これはこれで健全な楽しみ方ですよね。まあ、リングとか、まあ、多分彼のイメージにあるリングとか呪怨的な、いわゆるその、まあ、J ホラー的な流れ、J ホラー的なショックで、ギャーと、まあ、結局怖がりに来てるということじゃないですかね。それはそれで健全なことだと思いますけど。で、実際のとこ、この黒百合団地も宣伝とかでは、例えばミノルくんというね、男の子できますか。あれを、呪怨の、それこそ呪怨のトシオくん、白い塗りのね、男の子いますよね。呪怨のトシオくんばりに、なんかこう、キャラクターを推しした宣伝の仕方してたりしたりして、まあ、そういう既存のその J ホラー的な煽り方をしてるんですよね、宣伝でも実際。だから集まってきた人はそこを期待してんのも、もう無理からの話。で、まあ、中田秀夫監督だしというね。なんだけど、実際のところ、この黒百合団地は、むしろ完全に脱 J ホラー的な方向を向いて作られた作品なんですよね、実際見てみると。
ゆえに、あれ全然怖くないんだけどっていう拍子抜け感が生まれ、それがイコール作品への評価の低さにつながってしまう人が多くてもおかしくない感じっていう、はい、実際そういう感想も結構見るんですけど、はい、感じではあると思います。ただね、僕はむしろ先週の特集でもチロッと言いましたけど、極端な話、今回のクロリダンチは見てて何に感心したって、あ、もうね、もはやもう怖がらせようともしてないっていうか、怖がらせることは主眼ではない、少なくとも怖がらせることが主眼ではないというところまで思い切って振り切って一種ね、これ後ほど何に回帰してるか言いますけど、まあ回帰してる、そこまで振り切ってJホラー的なものではないところに行こうとしているというところが、まあ意欲的な部分なんだなというふうに、思いました。で、どういうことかっていうのをこれから、さっき言った補助線を、まあ、大きく補助線を2つ引くことでより見えやすくできればと思っておりますと、一つはやはりその脚本を手掛けた三宅龍太さんという人の作家性ですね。この人がどういう物語を描く人であるかと、そしてもう一つは、まあ、監督中田秀夫さんのジャンル的な思考性ということじゃないでしょうか。説明がちょっと厄介になってくるのは、この二人ともがさっきから言ってるいわゆる J ホラー的なものの名手としても知られてるし、実際名手なわけですよ。で、それがなぜ脱 J ホラー的な方向に向かうのかっていう話、はい、で、その上で、それをした上で、まあ、それがうまくいってるという部分と、まあ確かにこれはどうかなとも思うっていうような場面をちょっと、部分を上げていこうというような感じになっていくと思います、流れとしては。はい、まあとにかくこれ珍しいのは原作なしオリジナルストーリーのホラーで、まあ、それでこのバジェットってのももう本当に多分二度と不可能だって言われてるぐらいだらしいんですけどね。で、主演も何も決まってなくてっていう、まあ、そういう意味ではだから秋元さん様々ですよね。秋元康さんの企画で、っていうことだから。で、まあ、主演も決まってないわけ、別にあっちゃんじゃなかったみたいなんですね、最初はね。それも決まってなくて、とにかく中田さんで、中田秀夫監督でホラーというとこだけから始まってる企画だと。で、まあ、改めて中田秀夫さん言うまでもなく、まあ、その、一般的にね、当然知られてるのはやっぱり、J ホラー史上というかね、日本のまあホラー映画史、世界の映画ホラー映画史上ですね、に残るエポックメイキングな傑作でしょう。リング、1998年のリングの監督さんという、ただまあその前作女優霊からの流れっていうね、そのが、まあ、一連のその J ホラー一気にブレイクする、まあ大きな一つのきっかけになりましたけど、まあそれも合わせて、そのここでのそのいわゆるリングとかのその J ホラー的表現っていうのは、どっちかというと、これ以前タマフルにもご出演いただきましたが、リング女優 で脚本を手掛けてる高橋博さん、がまあ黒沢清さんね、映画監督黒沢清さんなどとまあ重ねた様々な恐怖表現研究をベースに主導された部分が大きいと、はい、中田さんというよりはどっちかというと高橋さん主導、もっと言えば、さらにその前からね、高橋さん黒沢さんの前から、小中千秋さんやあるいは鶴田のりおさんといった作り手の皆さんが、鶴田のりおさんは、このシネマハスラーで言うと、高橋博さんが先ほども言った高橋博さん脚本のオロチをね、シネマハスラー2008年扱ってますけど、まあ、とにかくそういった、作り手たちによって主にオリジナルビデオの世界で、徐々に完成されていったものであるという流れがあるわけです。で、さらにその源流として、例えばその表現として、1961年イギリス映画回転というね映画がありましてとかっていうような、まあこのあたりの J ホラーの、歴史的な流れみたいなものは、2009年7月19日、呪怨白い老女、これ三宅さんの監督作、脚本監督作をシネマハスリングした時に結構これがっつりしたボリュームで語っているので、まあちょっと今要約しながら言いましたけど、まあ、とにかく改めてね、じゃあその J ホラー的表現っていうのは何かっていうのをもう一回ちょっと整理しておくならば、それはね、J ホラーって言った時みんな思い浮かべるその、髪の長いで髪でこう顔が隠れた女がなんかぼーっと立ってて、それがなんか近づいてくるっていうのは、まあ、あくまで表面的なイメージの話でね、それはね、みんなが J ホラーというのを見て、まあ、確かに貞子だなんだってあるけども、はい、あくまで表面的なイメージの話で、これ僕なりの表現をするなら、J ホラー表現って何かっていうのを僕なりに、まあ、本質的にはこうじゃないかっていうのをちょっと噛み砕いて言うならば、映画映像っていうものの仕組み、メカニズムを利用して、観客に一種生理的な違和感、不安感、ひいては恐怖を感じさせるテクニックのことですよね。テクニック。はい。一種もう非常に植物的なテクニックの話なわけですよ。例えば通常ね、その映像とか映画の決まり事があるわけですよね。人物を撮るサイズ、人物を撮るときは普通このサイズで撮りますとか、あるいは構図的な置き場所ね、普通人物ここに置きますよとか、あるいはまあ人物がこうやって動きます、人物の動き方そのものであったり、もしくは
照明とか編集の仕方、普通はこういう風に照明当てる、普通はこうやって編集してこう会話してる風に見せるみたいな、そういう映像映画の決まり事、言い換えれば映像映画内に我々観客が認知している世界のルールですね。はい、それがまあ僕らにとっては要するに映画を見てる間はその世界なわけですけど、その世界のルールを意図的に崩す、ずらすことによって、認知していた世界が何か決定的におかしい、狂っているというような感覚を抱かせる、それによってこう不安、違和感、恐怖を感じさせるという、そういうテクニックという、まあこういう、言い方でいいんじゃないかと思うんですよね。なので割とその要はその、あれおかしいっていうその不安な感じみたいなのを与えるというところに最大の効果があるので、落ちなしでそういう不安な場面だけはボート、つまりあの幽霊が出ました、あ怖いで終わっていいような、まあ、短編とかが、まあ、本来は最高に相性がいいというようなね。はい。まあ、さっき言った本当に、オリジナルビデオでっていうのは、例えば本当にあった怖い話であるとか、まあ、最近その後で言うと、新耳袋シリーズとか、そういう、短編とも相性がいいというようなテクニックではあるということですね。はい。まあ、もちろんその、長編のストーリーとうまく噛み合った場合は、非常に大きなより強効果を生む場合もあると。ただ、まあ、それは非常に、要するに、うまくやれば非常に怖いテクニックで、皆さんこうやれば怖いんじゃないか。まあ、要は心霊写真的なね、怖さみたいなのを映画に置き換えるとか、いろんなこう実験をして、確かにこれはおっかないということが完成したのが90年代だから後半から、そのリングぐらいに完成されてってことなんだけど、ただ、リングとか、またその後、リングの掟破りをさらに一歩進めた、例えば呪怨っていうね、シリーズ、まあ、呪怨についても語りましたけど、で、一旦これがでも大ブレイクを果たしてしまうとですね、これまあ恐怖表現ってのは常にこのいたちごっこではあるんだけど、要は最初は斬新で怖かったその映像テクニックとか、見せ方みたいなものも、まあどんどんコピーされていくうちにみんなそれ見慣れて当然陳腐化してきてしまうし、あるいはそのメインキャラクターですね、例えばまあ貞子も死ぬほど怖かったわけですよ、それはかや子超怖かった、としおくん超怖かったけど、それがやっぱその何度もこう見るうちに、まあ記号化というんですかね、記号化したりとか、あるいはまあパロディ化されたりして、まあ怖くなくなってしまうと、はい、ということね。まあこれは本当にもうさっき言ったように、テクニック、新しいテクニック、見せ方のテクニック怖くなくなっちゃう。新しいテクニック、これはもうそれはもういたちごっこですよ。例えばジョーズだってさ、デーレンデーレン、あれもうむちゃむちゃ怖かったわけですよ。もう今デーレンデーレンってこと笑っちゃうとかさ、まあ最古のシャワーシーン敷かれてでしょうね。はいはいはい。でまあまあそんなことあるんですが。で、まあ、J ホラー表現、どんどんその、怖くなくなってきちゃってるって。で、最終的には、さっき言った、その髪のな長い女がぼーっと立ってて、みたいな表面的イメージだけが、その、そもそも最初にあったテクニック的工夫とか、積み重ねみたいなものは、もうそこだけは忘れられちゃって、女が、怖そうな女が立ってるっていうとこだけが使い回してる。そこだけを使い回してるのはしょうもない代物も、まあ、出てきたりして、まあ、もう J ホラー。的なのはもうちょっと終わりかなって感じになっちゃってる。で、これ今ここってやつですね。今ここってやつだと思うんですけど。はい。ただもちろん、作家によってはその、いろんなことをまだまだ試してた。例えば、黒崎清さん、先ほど名前出しました。黒崎清さんは、その J ホラーブームがガーッと来ている、ね、その中に流れの一部にもいらっしゃった方ですけど、同時に、例えば、もろに顔を見せる方向だったらどうなる。まあ、回路ではそういうとこトライして。とかね、まあ、その、映画の整理ってことはもう、黒沢監督一番知り尽くしてる人ですから、ただ、ある意味、そういう、なんていうんですかね、J ホラー的な違和感、不安感、恐怖感が味わいたいのなら、黒沢さんの来週公開されるリアルの前半は特に、むしろ味わいたいのはそっちの方が、その、あれには答えてくれるかもしれない。そしてあっちの宣伝はそういう風にはしていないという、このミスマッチ感ってのはあるんだけど、まあいいや。はい。これはリアルが当たったその話を。で、まあ話を戻しますと、監督中田秀夫さん。中田秀夫監督ご本人は、もちろんリング、女優霊、ね、その後リング2、いろいろやったりしてますけど、あちこちで発言されている通りですね、本来自分はホラーの人じゃないと、ホラーがすごい好きでとか、そういう人じゃない、いろんな人の研究っていうのもやっぱ影響を受けた結果のリングだしと、で、なぜかたまたまホラーにキャリア上縁が濃いのも本当に確かなんだけど、と。はい。で、もう最初のその女優霊っていう作品でさえ、これもインタビューで語られてますけど、ジョゼフ・ロージーっていう、監督ご存知ですかね、エヴァの匂いとか、緑色の髪の少年とか、人形の今いろんなありますけど、唇からナイフとかね、まあ、ジョゼフ・ロージーっていうか、その映画監督のドキュメンタリーをずっと作ってて、それを完成させるのに資金が足りなくなったんで、その資金集めのために企画をいろいろ出して、その一つが女優霊だったっていう、本人曰く、まあ、非常に不純な動機で作ってると。これジョゼフ・ロージーのドキュメンタリー、これ中田さん自身のドキュメンタリー、ジョゼフ・ロージーの DVD ボックスに入ってますんで、ジョゼフ・ロージー4つの名を持つ男、これ興味あったら見てください。要はそういうちょっとこう、いわゆるシネフィ
ィルっていうんですかね、いわゆるシネフィル的なその知識というかね、そういうのもお持ちの方でも同時に、日活の撮影所叩き上げの人でもあるという、まあ、今後は面白いバランスだと思うんですけど、で本来その中田さん曰く自分の資質はメロドラマだというふうにまあ公言しているわけですよ。なので、以降は例えば、やっぱりホラーを撮るにしてもよりその古典的ドラマ思考というんですかね、メロドラマ的なというか、まあそれこそほのぐらい水の底からなんかは一部その J ホラー的なその手法は使いつつ、最終的にはまあどっちかというと古典的なね、怪談とかに近い、まあ要は今回の黒百合団地かなり近い重なる部分多い作品だと思いますけどね。はい、ということです。で今回の企画が出た時も、まあホラー映画、まあ要は怖くて悲しい話がやりたいなと、例えばっていうんで、あの僕のより200歳の少女、これもまあシネマハスラーね、以前扱いました、2010年8月にやりましたけど、ああいうのがやりたいっつって、確かに今回もね黒百合団地、あのあれもさ、あの僕のエリもさ、なんか団地、まあ要するにプロジェクトっていうかさ、向こうのねスウェーデンの団地みたいなところの中庭で寂しい、お互い寂しい少年とまあ少女っていうかなんていうかが、まあ人知れず、こう交流を深めていくというようなまあ話ですよね、という怪談っていうかね、ことですから、まあ非常に重なりますよね。で、そこで白羽の矢が立ったのが脚本の三宅龍太さんだと。で、まぁ、今回その加藤純也さんという方と共同で書かれてますけど、まぁ、お話の根幹にあるもの、は非常にやっぱり強烈に脚本家としての三宅さんの作家性が刻印されてると言っても過言じゃないと思います。本当に、確かに悲しいホラーといえば三宅さんだ、この人だっていう感じだと思うんですね、という作家さんだと思う。ただし、もちろん三宅さんは、さっき言ったような、要するにテクニックとしての J ホラー、テクニックとしての J ホラー的ショックのもう超テクニシャン、その最前線をもうずっと走り続けてきた作り手でもあるわけですよ。例えば、それが堪能できるのは、例えば新耳袋シリーズのね、まあ、短編ですよ、新耳袋シリーズの水辺の写真、いかがでしょうかね。あれなんか本当に写真を見る、写真を順番に見るってだけですからね。はい。でももうそういうもう話も何もあったもんじゃないですよ、写真を順番に見る。あるいは姿見ですね、ババアね、ババア嫌ですねあれね、わーですよね、ふざけんなっていうね、俺ね最初の CM で見たらふざけんなねって怒りましたけど、はい、まあ要はその映画映像というもののメカニズムを利用した生理的ショックっていうのの最強、あの一番ね最悪のね最悪の一例、まあこれ褒めてんだけど、の一例として、まあ、例えば水辺の写真、姿見あたり、今夜あたりご覧になってはいかがですかね。あるいはその、まあ、いろんなジャンルっていうのを、まあ、手掛ける、まあ、職人作家ではあるんですけど、同時に、強烈に作家性をこう、グイッと入れてくる人だなっていうのがはっきりしてきたのは、それこそ、シネマスラーで扱ったジオン白い老女なんじゃないでしょうか。この白い老女っていうのは、要はそのジオンシリーズがさっき言ったように、一通りかやこだ、としおだっていうキャラクターが記号化しきった後に、もう一回そのジオンルネッサンスというんですかね、本来ジオンというものシリーズが持っていた怖さみたいなものに立ち返るみたいなね、で、というような企画だったと思うんですけど、ジオン白い老女あたりから徐々にその三宅さん本来のテーマ性みたいなのが前に出てき始めるんですね。それは何かといえばズバリね、三宅龍太という人の作家性、罪悪感と責任です。はい、罪悪感と責任の作家、三宅龍太だと思ってください。例えば脚本を手掛けた、2010年篠崎誠監督、怪談新耳袋怪奇、これは月物と望みっていうののこの2編が入ってるんですけど、これもしかりですし、あるいは監督作、7つまでは神のうち、これ恐ろしい作品でしたけどね、しかり、とにかく、主人公がね、まあ、罪悪感、何らかの後ろめたさを抱えているわけですよ、何かに対してね、いろんなことに対して、要はその彼女、まあ、主人公はそれだけ他者の心に敏感な繊細な感性の持ち主だっていうことでもあるわけなんですけど、で、これまさに先週の特集でも三宅さん自らおっしゃっていたように、三宅作品における心霊、ね、っていうのは幽霊、お化けじゃなくて、生きてようと死んでようとそれに関わらず、その人の心っていうね、人の心を敏感に感じるということなんでね、その心霊っていうのは、を指すということなんですよ。これズバリその新耳袋怪奇の中の望みという、方の話で、生きてる人の心がわからない人に死んだ人の姿が見えるはずがないという、もうそのものズバリのセリフが出てきます。これこそまさに三宅さんの、心霊感というかね、もう世界観ですね、を表すような一ことじゃないでしょうか。はい。なので、あの、お化けじゃない。で、その監督自身が、まあ、要は、まあ、割と見える、ね、死んだ方の姿が割と、子供の時から普通に見えてしまうという、とも、相まって、ですかね。要は、そういう、なんかこう、死んだ人の、その、まあ、思念というか、思いというか、ものを見てしまうことを、化け物的にというか、描きたくないっていうのがあるんじゃないでしょうか。三宅さん曰く、この世に存在する本当に恐ろしい魔っていうものは、
その例じゃないと。でそれは何かは言葉では言えない。で彼はそれも見てるって言うんだけど、うん、でそれは要するにその言葉で言えない。彼にとってつまりそれはもはやエンターテイメントになり得ないものだってことですね。だから結構あの怖いホラー映画を撮る人って自分では全くそういうの見たこともなければ信じないって人が多いのは、多分そこまで踏み込めるのは そういう人だからかもしれない。だから三宅さんは本当はそこに踏み込みたくない人な、つまり怖さとしての霊には踏み込みたくないみたいな人かもしれないですよね。はい。で、で、罪悪感や後ろめたさっていうのに、その主人公ね、まあ、要は繊細で敏感で、要はいい人なんですよ。いい人だからこそ、その罪悪感や後ろめたさを持ってる。で、それゆえ、その、まあ、心霊的なるものも人より見てしまう。で、なんだけど、いい人だからそれに一旦じゃあその向き合おうとしてしまうと、そこには、一人の、まして少女には背負いきれないほどの責任が生じてしまい、さあ困ったってことになる。つまり、繊細で優しい心の持ち主ほど大変な目に遭ってしまうというジレンマ。この苦さ。これも三宅さんの、物語の持ち味だと思いますね。だから見終わると、じゃあどうすればよかったのって思いが残る話が結構多いというね。はい。新耳袋、さっき出した、望みの、じゃない方、月物っていう話の方で、主人公が、まあ、要は、ある人、ね、ある種の存在に、こう、ちょっと心をね、かけて、一瞬のこう、ちょっと同情ですよ。ちょっと心をかけて、こう、やると、向こうが、背負う気あるのか。お前背負えんのか、って来る。ズーンと来るというね、偽善者なんつってね、というね、まあ、実は恐ろしいこう命題を持っている人なわけです、作家としては。でまさにその先週僕三宅さんにね、いやーでもそれじゃあちょっと監督って言った問答はその話なわけですよ。つまりいい人が辛い目に遭うの先はないんですかと、その優しい人はそういうものを見てしまうとして、でもその方がその人が見てる世界の方が大変かもしれないけど豊かってことにとりあえずしときますかみたいな話しましたけど、まさにその話ですね。パラノーマンっていうね、人形アニメ、これもそういうようなことを描いてたと思いますが、はい。でとここまで話してきてわかるように、三宅龍太さんの本質、持ってる持ち味、作家としての資質もまた、実はジェホラー的な表現いくらでもできるし得意なんだけど、実はやっぱり本質はジェホラー的なるものとは似て非なるものが本当の持ち味。もっと言えば最初に言ったように、もう怖がせることは主眼ではない作家なわけです、そもそもが。さっきから言ってるように、はい。でそう考えるとどうですか、今回の黒百合団地。もうご覧になった方はね、お分かりでしょう。あるいは現在テレビ放映中のスピンオフシリーズ含めてですけど、こんな三宅龍太的なメッセージの作品はない。ほとんど集大成的な作品ですね、このスピンオフシリーズとかも含めると。はい。というふうに言えると思います。でね、それがより潤化されてるとも言える。樹王の白い老女とか、七つまでは神のうち、さっき言った、罪悪感と責任の作家、三宅龍太の作品も強烈に出てる作品ですけど、ただ同時に、特に前半にはね、まだその、観客サービス的に、まあ、言っちゃえばその J ホラー的ショックシーンも、まあ入れてたりするわけですよ、そういうのが。でもそういうのを今回、黒百合団地もそういうのも完全に削ぎ落として、罪悪感と責任っていう、そしてそれがその、そういうその心、イコール心霊のドラマに完全に焦点を絞ってる。よりこう、焦点が絞られた作品になっているということです。で、今回特に、その、怖いな、怖い、ちょっとカッコつけです。その J ホラー的な怖さじゃないです。後から考えるとこれは怖い話だと思うのは、その罪悪感の出発点っていうのが、例えば、七つまでは神のうちであったら、本人はもう忘れてしまっているようないじめの記憶であるとか、あるいは、ま、今回ね、いろいろ、例えば黒百合団地のそのスピンオフに出てくる、まあ、事故、ね、ある事故、で、そのきっかけとした自分がきっかけの事故であるとか、ではなくて、まあ、それももちろんそのきっかけになり得るんだけど、メインで扱われているその罪悪感の出発点は、本当に日常の中の何気ないやりとりにもそれはあるんだと。起こりうるんだと。それは生じてしまうんだと。これ完全に我々の人生の中に実は山ほど隠れてる瞬間なわけですよ。普段は僕ら忘れてるわけです、そのことを。なんだけど、ふとした拍子に、あの時俺、でも十何年前に言ったようなことですよ。十何年前にふと言ったこと、あ俺あの時あの人にあんなこと言っちゃったけど、すげえダメじゃん、それ、みたいな。で、その結果その人が今どう思ってるんだ、怖いっていうような。あれをあの人はこの十何年間どう思ってたのか。怖いみたいなことってないですかね。はい。これあくまで主観的な罪悪感であるってとこがポイントなんですよ。はたから見たらそれはあんた悪くないよってことであるから関係ないんですよ。で、それこそが人生に、我々の人生に実際に山ほどある魔の瞬間なわけですよね。そこを今回切り取ってるから怖い。普通の瞬間なんです。普通の会話なんですよ。普通の家族の微笑ましい会話が全ての魔の
きっかけになりうるということを描いてる。だからこそその瞬間をですよ、前田敦子さん演じる主人公がなすすべもなく見ているしかないというシーン、このなすすべもなく見ているしかないっていうのは、これ前もどっかで言いましたけど、映画というものに非常に向いている設定なんです。それはなぜなら観客もそうだからなんですね。はい、すべての展開を我々はなすすべもなく見ているしかない、そうだから自分がしでかしてしまったある、いや普通の会話なんだけど、そこを見ているしかないという、そのある中盤のシーンがまさしく、悲しくて、そして心底恐ろしい間の瞬間であり、というね、僕ははっきり言ってあの場面はやっぱちょっとポロッとこう、言っちゃいました。やめてーっていうね。うん、泣いてしまいましたね。さ、で、あとこのシーンに至る、一連の流れ、例えば、夜の廊下からこう中に入っていくと、これワンショットの、カメラワークなんですけど、まずこの夜の団地を捉える撮影がもう本当に素晴らしいですね、これね、全体として。ですし、その夜 の廊下、から、要するに隣の部屋から、夜の廊下から自分の部屋にこう中に入っていくと、夜だったはずなのにそのままのワンカットでいくと部屋の中は朝の陽光に包まれているという。これはまさに、あの、要はそのアパートの部屋ね、あのフロアをですね、セット丸ごと作ったというだけはある、まあ、美術といい、照明といいが全てうまくいった非常に見事なワンショット、だなと思いましたし、という、まあ、このシーン、このシーンは要は物語が大きく反転する中盤のまあポイントですよね。このあたりまではですね、その三宅さんのその物語と、ドラマをね、非常に繊細に切り取り積み重ねていく、こう、中田監督のまあメロドラマ的な資質というか手腕、それとやっぱりその独特の不安定感を称えたその前田敦子さんの存在感、これがもう非常に、もう全てがうまく噛み合って非常に端正な出来、だなというふうに思います。で、勘のいい人だったらもう前半のね、序盤のあたりから多用される非常に奇妙な主観ショット。なんだこれはっていう奇妙な主観ショットであるとか、あるいはカット割りですね。ある人物と、同時に絶対撮らない、絶対画面に入れないという、まあ、カット割りであるとか、セリフの間合いなどで、まあまあ、真相がなんだかっていうのは、まあ、勘のいい人だったら気づくとは思うんだけど、ただこれっていうのはやっぱり前半、展開としてはひたすら地味なんで、もうほぼ何も起こんないんでね、もうひたすら地味な前半のテンションを保つ仕掛けにはちゃんとなっているということで、僕はこれ非常に肯定的に捉えてますけど、はい。ただ、微妙な、だなっていう部分が増えてくるのは、まあそっから先、特にクライマックスからラストにかけてだと思います。はい。特にまあクライマックスね。まあ非常にこう事態がどん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 こう異常性を増してくるわけです。どん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 こう異常な空間になっていくと。で、この異常な空間になっていくに従って、まあ、例えばその照明であるとかっていうのはまあこう異常になっていくわけですよ。こう異常、どう異常かっていうと、どこに光源があるのかわからない水門みたいのがね、こう光のあれになってふわーってなって、で、そこにこう青とか緑とかいろんなこう色に変わっていくわけですよね。部屋のあれが。要はその実際には絶対にない光源の光になってるわけです。で、まあこれはそのなんか主人公のトラウマとね、要するに水辺のこうふわーってこうなってるね、その、主人公がかつて、体験したそのトラウマ的な体験の時にその水門が立っていたからだっていう、まあ理屈としてはわかる気がするんですが、で、なおかつ、そのね、青だ緑だっていうのは、もう露骨におどろおどろしい絵面になってるわけですけど、これ、まあおそらく、中田秀監督は、その、古典的な、本当に、いわゆる日本の昔ながらの古典的な怪談映画の演出っていうのを意識されてる、わけですよ。それこそその今回の話っていうのは、ボタン道路っていうね、もともとはあの怪談話で、まあ何度も映画化もされてますけど、ボタン道路だっていうことで、まあ最終的にはこう、いろいろこう、着地というかね、こう、脚本とのその、すり合わせができたみたいなことをね、インタビューなどでもね、書いてあったりするんで、まあボタン道路がベースになってるわけだから、まあもちろん古典的な怪談映画なわけですよ。まあ要は、幽霊が慕ってきちゃって。で、家に入れたらもうおしまいだって。こう家に入れるの入れないのっていうの自体がもう古典的な怪談話なんで。まあ、その、演出意図そのものはわかるし、間違ってはいないと思うんだけど、ただその、なんて言うんですかね、こう水門がこうなって水がカラフルになってっていうのがこう、光がカラフルになってっていうのはなんか多分やっぱ今の若い特に観客、の目にはですね、はっきり言って単にチープに映ってしまいかねないと思うんですね、僕ね。ちょっと、もっと意図はわかるけど、これは多分今の観客には早い話舐められるなと思ったんですね、これね。この見せ方はと思って。で、僕も正直ちょっと意地悪な言い方しますけど、ディスコかって思いました、ちょっと。ディスコっぽいって思っちゃいました、ちょっとね、その光の当たり方とか。なので、せっかくセット丸ごと作ったんだったら、もうちょっと違う、その異常空間の見せ方みたいのはなかったのか、Jホラー的ではないにせよ、なんかなかったのかという感じがちょっといたします。それにもちょっと通じるんですが、手塚さとみさん演じる霊能者がもう祈祷をするわけですね。要するに違う場所でその霊と戦っているわけですよ。そういうシーンがあることはわかる。こういうシーンそのものはこういう映画の、まあ定番でしょう。ただそのシーンもその、特に、
唱えてる後ろのおばさんたちの感じが強いのかな。手塚さとみさんそのままいいんですが、なんか正直ちょっと滑稽に見えちゃってんですね。なんかね、実際祈祷というものがああいうものなどだとしても、もう少し見せ方、要はその今の若い観客に舐められないような見せ方はなかったものかと正直もったいなく思いましたね。バックの UK がこう非常にやっぱ異常な色になってるとかも、これは意図としてはわかるんだが、というね、何か違う新しい見せ方なかったのかというふうに正直思っています。僕はでも周りの客の反応がちょっと心配になっちゃって、君たち、これやっぱ舐めちゃうよね、これね、みたいな風にやっぱ思っちゃったんですね。ただこれは実は僕はその、とはいえ意図はわかるという部分なのでまだいいんです。一番気になったのは、非常に気になった部分です。まあはっきり言って僕この映画の欠点だと思いますけど、前田敦子さんのキャラクターが、中盤から完全に受け身になって最後まで全く動かないまま終わってしまうんですよ。ほぼ動かないまま。終わっちゃうんですよね。受け身になって動かないまま終わっちゃう。これは僕はおかしいと思うんですよね。ラストがハッピーエンドであるか否かに関わらず、主人公が最終的にはやっぱりもう一度主体的に能動的に動かないと、話としてはやっぱ決定的に何か欠けてる感が残っちゃいますよね。ずーっとね、それで終わりっていう感じがしちゃうと思うんですよ。で、実際のところこう、話としては終わってないから、なんかハミングさせて終わる。ハミ、だよね。で、こう、ふんふんふんって、おいっつって、ハミング、な、ハミング終わりで騙されんぞ、俺らみたいな。やっぱ僕思っちゃいました、そこはね。ハミングよ、ハミングで終わった感だってな、この野郎って。これやっぱね、僕ね、正直、三宅さんらしからぬというかね、らしくもないというか、ちょっとこれ首をひねらざるを得ない。明らかに何かが欠けてるというふうに思いました。ただ、主人公、主演二人のお二方のインタビュー、読みますとですね、あちこちでこんなこと言ってる。要は土壇場でラストが180度変わったらしいんです。変更させられたんだってね。はい。で、なるみやくん、曰くですね、それゆえコンセプトが散ったまままとまらない感じになってると。でもそれが、その違和感が怖い感じを出しているって、まあポジティブに語ってるんですけど、要はその土壇場でラストが変わったんだってさ。はい。なので、何らかの事情で、なんだかの重要な展開、まあ僕が考える本来はあるべきだろうという重要な展開が削られたのかもしれないというのはこの主演二人のインタビューから推察されるわけですね。はい。ただ、転んでもただでは起きないというか、その変更ゆえにこの場面が作られたんだったら、それはそれで嬉しいなっていうシーンも実際あると。これ何かっていうと、要は、最終的に出てくる地獄的な場面、地獄的な場所描写。よくね、映画でこう、わーってことで、引きずり込まれてっていうのあるけど、引きずり込まれてその先っていうのをちゃんと見せるっていうのは、これはちょっとフレッシュだなと思いました。はい。ちょっとルチオフルチ風味っていうかね、ルチオフルチ、まさにビヨンドっていうね、感じ。ちょっとこうさ、鉄っぽいんだけど、ドロドロしたなんかちょっと不潔感もあるっていうね、感じの場所ですよ。ちなみに途中のおじいさんがわーって迫ってくる時の目が白い感じの、あれもルチオフルチのビヨンドっぽい感じなんでね、ルチオフルチ感意識したのかもしれないですけど、まあそのなんか鉄っぽいんだけどドロドロしたルチオフルチっぽい空間で、まあ容赦ない末路を迎えると、末路ですよ。嫌だー助けてーってこう、まさにそのさっきまではそれなりにこうヒロイックに振る舞ってた人が完全に心が折れる瞬間って、これね、三宅さん7つまでは神までもですね、小説版でも書かれて嫌なね、多分ここは三宅さんも一筆入ってんじゃないかと思うんですけどね。あと成宮くんの表情ですね、特に目、想像を絶する苦痛恐怖表現として、目が、まあ、ちょっと若干斜視気味、過剰に斜視気味になってるというね。まあ、監督曰くこれプログラムで、悲劇って言ってるんですけど、まあ、多分、CG とかでそれなりにいじってると思う。目線の、ぜひね、気持ち悪さ、味わっていただきたいと思います。ということで、ちょっと長くなってしまいましたね。はい、J ホラー的期待はせずに、宣伝の仕方が実際ちょっとミスマッチしてると思います。なんですけど、そこで、J ホラー的な期待は、あえてせずに、罪悪感と責任の作家、三宅さんの、まず物語、である点、そしてかけるメロドラマの名手中田監督による古典的、まあ言葉本来の意味で言う古典的怪談の、まあアップデート版、これ江戸木潤さんが日本映画最終戦争という本の中で、怪談とは悲劇の一種であるね。だから、登場人物は幽霊も含めて全員運命にがんじがらめでかわいそうに見えるという、これもうカッパしてますね、という意味での古典的怪談のアップデート版と思って見に行けば、十分満足できる作品なのではないでしょうか。ということで皆さんぜひぜひ劇場でこの作品をウォッチメン。はい、ここからの時間は映画評論コーナー、週刊映画辞表ムービーウォッチメンです。今、劇場で公開されている最新映画を毎週映画ウォッチ超人のシネマンディアス歌丸がウキウキウォッチング、その監視結果を報告するというコーナーとなっております。先週ムービーガチャマシン回して決まったのはこちらの映画、黒百合団地。
リングシリーズで知られる J ホラー映画の機種、中田秀夫監督によるホラー映画。ある団地へと引っ越してきた女性が隣の部屋で起こった変死事件の真相を打ち、忌まわしい過去の事件へと引きずり込まれていく。主演は昨年区域列車でヒロインを演じた前田敦子と若手実力派の成宮弘樹さんということでございます。そして脚本を務めているのが先週、特集で登場していただきました、三宅龍太監督。まあね、三宅龍太さん、まあ今回は脚本ですけど、この番組で同じの三宅さんということでございます。ということで、リスナーの皆さん、通称ウォッチメンの皆さんからの感想メール、またもの映画監視報告多数いただいております。ご報告いたしましょう。メールの量ね、この黒いランチ見たよと皆さん、見たという皆さんのメールの量、まあ普通ですけど、普通ぐらい、賛否で言うと概ね評価している意見が7割、否定的な意見が3割。これでもあれですかね、先週三宅さんの心霊映画特集でちょっと一個、要するにその軽く補助線を引いといた効果もあるんじゃないかと思うんですけどね。あっちゃんの演技が素晴らしい。ホラー映画というジャンルを超え、話も面白く悲しい結末だった。前半の展開からすると後半の展開に違和感を感じたなどが代表的な意見。また不満意見の代表的なものは、思ったより怖くなかったというものでございます。代表的なところをご紹介いたしましょう。ちょっとダメだったという方の意見を先にご紹介しましょうかね。ミグ21さん、岐阜県初メール、ありがとうございます。クロリダンチ公開初日、オールナイト上映会をウォッチしましたが、肩透かしを食らった印象です。私がこれまで見たホラー映画といえば、それこそ中田監督のリング、炎ぐらい水の底からぐらいで、ホラー映画初心者といっても差し支えないレベルです。それだけに純粋に劇場でうわー過去素でみたいなものを期待していたのですが、残念ながらそれは叶いませんでした。生きるものと死したものの狭間という観点はなるほどなと感じましたが、やはりその他多くの観客は恐ろしい映像と音楽で、心揺さぶられる体験を期待していたのではないでしょうか。で、まあ、劇場の反応もやっぱりちょっとこう期待外れな感じの空気が漂っていったと。ただ、主演の前田敦子さんの、血の気の引いた青ざめた表情はとても良かったと思います。一方で、ラジオネーム平野社長さん、とても良かった、やはりお話がすごくよくできていると思いました。変な言い方ですが、ホラー映画なのに筋が通っているという感じです。筋が通っているからこそ、びっくり箱的な怖がらせ方をしなくてもちゃんと理不尽な因果応報が書かれていて、怖くやりせなくなってしまいました。役者陣では主役の2人は共に素晴らしいですが、特に前田敦子さんの演技には大満足です。どんどん存在感のある女優さんになってきていて、最後の表情に圧倒されました。脚本、カメラワーク、美術などが丁寧な仕事でしっかり世界を構築しており、あえて J ホラーというカテゴライズをしなくてもいいくらいによくできた作品だと思いましたというね、よかったというご意見でございます。他の皆さんの、ね、ご意見も、拝読しております。ありがとうございます。はい、さあそれではね、今ね、最後にノートに一言ね、思い出したことを書き加えてね、ウォッチングスタートしたいと思います。さあということでね、当然先週の、三宅さんの、まあ、心霊映画とは何か特集、ちょっとつながる話が結構多くなってきますが、今回の、ハスリングならぬウォッチングね、この作品のその魅力の部分、いいな、この作品ここがいいんですよという部分が、より分かりやすく見えてくるような、まあ、先週の特集と合わせて、いわばまあそのやっぱり補助線ですね、補助線の役割を果たせればなというふうに私考えております本日は。というのもですね、これはやっぱりリスナーの皆さん、先ほどのね監視報告にもありましたけど、僕も、ね、実際その、サンプル DVD では毎回拝見してましたけど、新宿ピカデリーとかで、まあ、見てきたわけですよ、またね。でやっぱりその僕の見た感じでも、その劇場に集まってきた多くの観客がなんか期待してきたものとは、まあ、結構あれ違うぞっていう感じで、ちょっとその空気僕も確かに感じました。僕が見た回も、その集まってるお客はやっぱりですね、まあ、例えば呪怨のね、ああいうのに、まあ、前の三宅さんの白い老女とかにも集まってきたの、まあ、いわゆる映画ファン的ではない若い観客たち、要はそのホラー映画みたいのを、まあ、一種アトラクション的にね、わーキャーつって楽しむ、まあ、これはこれで健全な楽しみ方ですよね。まあ、リングとか、まあ、多分彼のイメージにあるリングとか呪怨的な、いわゆるその、まあ、Jホラー的な流れ、Jホラー的なショックでギャーと、まあ、結局怖がりに来てるということじゃないですかね。それはそれで健全なことだと思いますけど、で実際のとこ、この黒襟団地も宣伝とかでは、例えばミノルくんというね、男の子できますか、あれを、呪怨の、それこそ呪怨のトシオくん、白い塗りのね、男の子いますよね。呪怨のトシオくんばりに、なんかこう、キャラクターを押しした宣伝の仕方してたりして、まあ、そういう既存のその J ホラー的な煽り方をしてるんですよね、宣伝でも実際。だから集まってきた人はそこを期待してんのも、もう無理からの話。で、まあ、中田秀夫監督だしというね。なんだけど、実際のところ、この黒襟団地は、むしろ完全に脱 J ホラー的な方向を向いて作られた作品なんですよね、実際見てみると。ゆえにあれ全然怖くないんだけどっていう拍子抜け感が生まれ、それがイコール作品への評価の低さにつながってしまう人が多くてもおかしくない感じっていう、はい、実際そういう感想も結構見るんですけど、はい、感じではあると思います。ただね、僕はむしろ先週の特集でもちょっと言いましたけど、極端な話、今回の黒い団地は見てて何に感心したって、あ
もうね、もはや、もう怖がらせようともしてないっていうか、怖がらせることは主眼ではない、少なくとも。怖がらせることが主眼ではないというところまで思い切って振り切って、一種ね、これ後ほど何に回帰してるか言いますけど、まあ、回帰してる。そこまで振り切って、Jホラー的なものではないところに行こうとしてるというところが、まあ、意欲的な部分なんだなというふうに、思いました。で、どういうことかっていうのをこれから、さっき言った補助線を、まあ、大きく補助線を2つ引くことで、より見えやすくできればと思っておりますと。一つは、やはりその脚本を手掛けた三宅龍太さんという人の作家性ですね。この人がどういう物語を描く人であるかと。そしてもう一つは、まあ、監督中田秀夫さんのジャンル的な思考性ということじゃないでしょうか。説明がちょっと厄介になってくるのは、この二人ともが、さっきから言ってる、いわゆる J ホラー的なものの名手としても知られてるし、実際名手なわけですよ。で、それがなぜ脱 J ホラー的な方向に向かうのかっていう話。はい。で、その上で、それをした上で、まあ、それがうまくいってるという部分と、まあ、確かにこれはどうかな、とも思うっていうような場面をちょっと、部分を上げていこうというような感じになっていくと思います、流れとしては。はい。まあ、とにかくこれ珍しいのは原作なしオリジナルストーリーのホラーで。まあ、それでこのバジェットってのももう本当に多分二度と不可能だって言われてるぐらいだ、らしいんですけどね。で、主演も何も決まってなくてっていう。まあ、そういう意味ではだから秋元さん様々ですよね。秋元康さんの企画で、っていうことだから。で、まあ、主演も決まってないわけ。別にあっちゃんじゃなかったみたいなんですね、最初はね。それも決まってなくて、とにかく中田さんで、中田秀夫監督でホラーというとこだけから始まってる企画だと。で、まあ、改めて中田秀夫さん言うまでもなく、まあ、その、一般的にね、当然知られてるのはやっぱり、J ホラー史上というかね、日本のまあホラー映画史、世界の映画ホラー映画史上ですね、に残るエポックメイキングな傑作でしょう。リング、1998年のリングの監督さんという、ただまあその前作女優霊からの流れっていうね、そのが、まあ、一連のその J ホラー一気にブレイクするまあ大きな一つのきっかけになりましたけど、まあそれも合わせて、そのここでのそのいわゆるリングとかのその J ホラー的表現っていうのは、どっちかというと、これ以前タマフルにもご出演いただきましたが、リング女優で脚本を手掛けてる高橋博さん、がまあ黒沢清さんね、映画監督黒沢清さんなどとまあ重ねた様々な恐怖表現研究をベースに主導された部分が大きいと。はい。中田さんというよりはどっちかというと高橋さん主導、もっと言えばさらにその前からね、高橋さん黒沢さんの前から、小中千秋さんやあるいは鶴田のりおさんといった作り手の皆さんが、鶴田のりおさんは、このシネマハスラーで言うと、高橋博さんが先ほども言った高橋博さん脚本のオロチをね、シネマハスラー2008年扱ってますけど、まあ、とにかくそういった、作り手たちによって主にオリジナルビデオの世界で、徐々に完成されていったものであるという流れがあるわけです。でさらにその源流として、例えばその表現として、1961年イギリス映画回転というね映画がありましてとかっていうような、まあ、このあたりの J ホラーの、歴史的な流れみたいなものは、2009年7月19日、呪怨白い老女、これ三宅さんの監督作、脚本監督作をシネマハスリングした時に、もう結構これがっつりしたボリュームで語っているので、まあ、ちょっと今要約しながら言いましたけど、まあ、とにかく改めてね、じゃあその J ホラー的表現っていうのは何かっていうのをもう一回ちょっと整理しておくならば、それはね、J ホラーって言った時みんな思い浮かべる、その、髪の長い、で、髪でこう顔が隠れた女がなんかぼーっと立ってて、それがなんか近づいてくるっていうのは、まあ、あくまで表面的なイメージの話でね、それはね、みんなが J ホラーというのを見て、まあ、確かに貞子だなんだってあるけども、あくまで表面的なイメージの話で、これ僕なりの表現をするなら、J ホラー表現って何かっていうのを僕なりに、まあ、本質的にはこうじゃないかっていうのをちょっと噛み砕いて言うならば、映画映像っていうものの仕組み、メカニズムを利用して観客に一種生理的な違和感、不安感、ひいては恐怖を感じさせるテクニックのことですよね。テクニック、はい、一種もう非常に植物的なテクニックの話なわけですよ。例えば通常ね、その映像とか映画の決まり事があるわけですよね。人物を撮るサイズ、人物を撮るときは普通このサイズで撮りますとか、あるいは構図的な置き場所ね、普通人物ここに置きますよとか、あるいはまあ人物がこうやって動きます、人物の動き方そのものであったり、もしくは照明とか編集の仕方、普通はこういう風に照明当てる、普通はこうやって編集してこう会話してる風に見せるみたいな、そういう、映像映画の決まり事、言い換えれば映像映画内に我々観客が認知している世界のルールですね。はい。それがまあ僕らにとっては要するに映画を見てる間はその世界なわけですけど、その世界のルールを意図的に崩す、ずらすことによって、認知していた世界が何か決定的におかしい、狂っているというような感覚を抱かせる、それによってこう不安、違和感、恐怖を感じさせるという、そういうテクニックという、まあこういう、言い方でいいんじゃないかと思うんですよね。なので
割と、その要はその、あれ、あれ、おかしいっていうその不安な感じみたいなのを与えるというところに最大の効果があるので、落ちなしで、そういう不安な場面だけはボート、つまりあの幽霊が出ました。あ、怖い。で、終わっていいような、まあ、短編とかが、まあ、本来は最高に相性がいいというようなね。はい。まあ、さっき言った、本当に、オリジナルビデオでっていうのは、例えば本当にあった怖い話であるとか、まあ、最近その後で言うと、新耳袋シリーズとか、そういう、短編とは相性がいいというようなテクニックではあるということですね。はい。まあ、もちろんその、長編のストーリーとうまく噛み合った場合は、非常に大きな、より強効果を生む場合もあると。ただ、まあ、それは非常に、要するに、うまくやれば非常に怖いテクニックで、皆さんこうやれば怖いんじゃないか。まあ、要は心霊写真的なね、怖さみたいなのを映画に置き換えるとか、いろんなこう実験をして、確かにこれはおっかないということが完成したのが90年代だから後半から、そのリングぐらいに完成されてってことなんだけど、ただ、リングとか、またその後、リングの掟破りをさらに一歩進めた、例えば呪怨っていうね、シリーズ、まあ、呪怨についても語りましたけど、で、一旦これがでも大ブレイクを果たしてしまうとですね、これまあ恐怖表現ってのは常にこのいたちごっこではあるんだけど、要は最初は斬新で怖かったその映像テクニックとか、見せ方みたいなものも、まあどんどんコピーされていくうちにみんなそれ見慣れて当然陳腐化してきてしまうし、あるいはそのメインキャラクターですね、例えばまあ貞子も死ぬほど怖かったわけですよ。それはかや子超怖かった、としおくん超怖かったけど、それがやっぱその何度もこう見るうちに、まあ記号化というんですかね、記号化したりとか、あるいはまあパロディ化されたりして、まあ怖くなくなってしまうと、はい、ということね。まあこれは本当にもうさっき言ったように、テクニック、新しいテクニック、見せ方のテクニック怖くなくなっちゃう。新しいテクニック、これはもうそれはもういたちごっこですよ。例えばジョーズだってさ、デーレンデーレン、あれもうむちゃむちゃ怖かったわけですよ。もう今デーレンデーレンってこと笑っちゃうとかさ、まあ最古のシャワーシーン敷かれてでしょうね。はいはいはい。でまあまあそんなことあるんですが。で、まあ、J ホラー表現、どんどんその、怖くなくなってきちゃってるって。で、最終的には、さっき言った、その髪のな長い女がぼーっと立っててみたいな表面的イメージだけが、その、そもそも最初にあったテクニック的工夫とか、積み重ねみたいなものは、もうそこだけは忘れられちゃって、女が、怖そうな女が立ってるっていうとこだけが使い回してる。そこだけを使い回してるのはしょうもない代物も、まあ、出てきたりして、まあ、もう J ホラー。的なのはもうちょっと終わりかなって感じになっちゃってる。で、これ今ここってやつですね。今ここってやつだと思うんですけど。はい。ただもちろん、作家によってはその、いろんなことをまだまだ試してて、ただ、黒崎清さん、先ほど名前出しました。黒崎清さんは、その J ホラーブームがガーッと来ている、ね、その中に流れの一部にもいらっしゃった方ですけど、同時に、例えば、もろに顔を見せる方向だったらどうなる。まあ、回路ではそういうとこトライして。とかね、まあ、その、映画の整理ってことはもう、黒沢監督一番知り尽くしてる人ですから、ある意味、そういう、なんていうんですかね、J ホラー的な違和感、不安感、恐怖感が味わいたいのなら、黒沢さんの来週公開されるリアルの前半は特に、むしろ味わいたいのはそっちの方が、その、あれには答えてくれるかもしれない。そしてあっちの宣伝はそういう風にはしていないという、このミスマッチ感ってのはあるんだけど、まあいいや。はい。これはリアルが当たったその話を。で、まあ話を戻しますと、監督中田秀夫さん。中田秀夫監督ご本人は、もちろんリング、女優霊、ね、その後リング2、いろいろやったりしてますけど、あちこちで発言されている通りですね、本来自分はホラーの人じゃないと、ホラーがすごい好きでとか、そういう人じゃない、いろんな人の研究っていうのもやっぱ影響を受けた結果のリングだしと、で、なぜかたまたまホラーにキャリア上縁が濃いのも本当に確かなんだけど、と。はい。で、もう最初のその女優霊っていう作品でさえ、これもインタビューで語られてますけど、ジョゼフ・ロージっていう、監督ご存知ですかね、エヴァの匂いとか、緑色の髪の少年とか、人形の今いろんなありますけど、唇からナイフとかね、まあ、ジョゼフ・ロージーっていうか、その映画監督のドキュメンタリーをずっと作ってて、それを完成させるのに資金が足りなくなったんで、その資金集めのために企画をいろいろ出して、その一つが女優霊だったっていう、本人曰く、まあ、非常に不純な動機で作ってると。これジョゼフ・ロージーのドキュメンタリー、これ中田さん自身のドキュメンタリー、ジョゼフ・ロージーの DVD ボックスに入ってますんで、ジョゼフ・ロージー4つの名を持つ男、これ興味あったら見てください。要はそういうちょっとこう、いわゆるシネフィルっていうんですかね、いわゆるシネフィル的なその知識というかね、そういうのもお持ちの方でも同時に、日活の撮影所叩き上げの人でもあるという、まあ、今後は面白いバランスだと思うんですけど、で本来その中田さん曰く自分の資質はメロドラマだというふうにまあ公言しているわけですよ。なので、以降は例えば、やっぱりホラーを撮るにしてもよりその古典的ドラマ思考というんですかね、メロドラマ的なというか、まあそれこそほのぐらい水の底からなんかは一部その J ホラー的なその手法は使いつつ、最終的には
まあ、どっちかというと古典的な、ね、怪談とかに近い、まあ、要は今回の黒百合団地かなり近い重なる部分多い作品だと思いますけどね、はい、ということです。で今回の企画が出た時も、まあ、ホラー映画、まあ、要は怖くて悲しい話がやりたいなと、例えばっていうんで、あの僕のより200歳の少女、これもまあシネマハスラーね、以前扱いました2010年8月にやりましたけど、ああいうのがやりたいっつって。確かに今回もね、黒百合団地、あの、あれもさ、あの、僕の襟もさ、なんか団地、まあ要するにプロジェクトっていうかさ、向こうのね、スウェーデンの団地みたいなところの中庭で、寂しい、お互い寂しい少年と、まあ少女っていうかなんていうかが、まあ人知れず、こう交流を深めていくというような、まあ話ですよね。という怪談っていうかね、ことですから、まあ非常に重なりますよね。で、そこで白羽の矢が立ったのが脚本の三宅龍太さんだと。で、まあ、今回その加藤純也さんという方と共同で書かれてますけど、まあ、お話の根幹にあるもの、は非常にやっぱり強烈に脚本家としての三宅さんの作家性が刻印されてると言っても過言じゃないと思います。本当に、確かに悲しいホラーといえば三宅さんだ、この人だっていう感じだと思うんですね、という作家さんだと思う。ただし、もちろん三宅さんは、さっき言ったような、要するにテクニックとしての J ホラー。テクニックとしての J ホラー的ショックの、もう超テクニシャン。その最前線をもうずっと走り続けてきた作り手でもあるわけですよ。例えば、それが堪能できるのは、例えば新耳袋シリーズのね、まあ、短編ですよ。新耳袋シリーズの水辺の写真。いかがでしょうか？ね？あれなんか本当に写真を見る。写真を順番に見るってだけですからね。はい。でももうそういう、もう話も何もあったもんじゃないですよ。写真を順番に見る。あるいは、姿見ですね。ババアね。ババア。嫌ですね、あれね。わーですよね。ふざけんなってね。俺ね、最初の CM で見たらふざけんなねって怒りましたけど。はい。まあ、要はその映画映像というもののメカニズムを利用した生理的ショックっていうのの、最強、あの、一番ね、最悪のね、最悪の一例。まあ、これ褒めてんだけど、の一例として、まあ、例えば水辺の写真、姿見あたり、本屋あたりご覧になってはいかがですか？ね。あるいはその、まあ、いろんなジャンルっていうのを、まあ、手掛ける、まあ、職人作家ではあるんですけど、同時に、強烈に作家性をこう、グイッと入れてくる人だなっていうのがはっきりしてきたのは、それこそ、シネマスラーで扱ったジオン白い老女なんじゃないでしょうか。この白い老女っていうのは、要はそのジオンシリーズがさっき言ったように、一通りかやこだ、としおだっていうキャラクターが記号化しきった後に、もう一回そのジオンルネッサンスというんですかね、本来ジオンというものシリーズが持っていた怖さみたいなものに立ち返るみたいなね、で、というような企画だったと思うんですけど、ジオン白い老女あたりから徐々にその三宅さん本来のテーマ性みたいなのが前に出てき始めるんですね。それは何かといえばズバリね、三宅龍太という人の作家性、罪悪感と責任です。はい、罪悪感と責任の作家、三宅龍太だと思ってください。例えば、脚本を手掛けた、2010年篠崎誠監督、怪談新耳袋怪奇、これは月物と望みっていうののこの2編が入ってるんですけど、これもしかりですし、あるいは監督作、7つまでは神のうち、こう恐ろしい作品でしたけどね、しかり、とにかく、主人公がね、まあ、罪悪感、何らかの後ろめたさを抱えているわけですよ。何かに対してね、いろんなことに対して、要はその彼女、まあ、主人公はそれだけ他者の心に敏感な繊細な感性の持ち主だっていうことでもあるわけなんですけど、でこれまさに先週の特集でも三宅さん自らおっしゃっていたように、三宅作品における心霊ねっていうのは幽霊、お化けじゃなくて、生きてようと死んでようとそれに関わらず、その人の心っていうね、人の心を敏感に感じるということなんでね、その心霊っていうのは、を指すということなんですよ。これズバリその新耳袋怪奇の中の望みという、方の話で、生きてる人の心がわからない人に死んだ人の姿が見えるはずがないという、もうそのものズバリのセリフが出てきます。これこそまさに三宅さんの心霊感というかね、もう世界観ですねを表すような一ことじゃないでしょうか。はい。なので、あの、お化けじゃない。で、その監督自身が、まあ、要は、まあ、割と見える、ね、死んだ方の姿が割と、子供の時から普通に見えてしまうという、とも、相まって、ですかね。あの、要は、そういう、なんかこう、死んだ人の、その、まあ、思念というか、思いというか、ものを見てしまうことを、化け物的にというか、描きたくないっていうのがあるんじゃないでしょうか。三宅さん曰く、世に、この世に存在する本当に恐ろしい魔っていうものは、その、霊じゃないと。で、それは何かは、言葉では言えない。で、彼はそれも見てるって言うんだけど、うん。で、それは要するにその言葉では言えない。彼にとってつまりそれはもはやエンターテイメントになり得ないものだってことですね。だから、結構、
あの怖いホラー映画を撮る人って自分では全くそういうの見たこともなければ信じないって人が多いのは、多分そこまで踏み込めるのは そういう人だからかもしれない。だから三宅さんは本当はそこに踏み込みたくない人な、つまり怖さとしての霊には踏み込みたくないみたいな人かもしれないですよね。はい。で、で、罪悪感や後ろめたさっていうのに、その主人公ね、まあ、要は繊細で敏感で、要はいい人なんですよ。いい人だからこそ、その罪悪感や後ろめたさを持ってる。で、それゆえ、その、まあ、心霊的なるものも人より見てしまう。で、なんだけど、いい人だからそれに一旦じゃあその向き合おうとしてしまうと、そこには、一人の、まして少女には背負いきれないほどの責任が生じてしまい、さあ困ったってことになる。つまり、繊細で優しい心の持ち主ほど大変な目に遭ってしまうというジレンマ。この苦さ。これも三宅さんの、物語の持ち味だと思いますね。だから見終わると、じゃあどうすればよかったのって思いが残る話が結構多いというね。はい。新耳袋、さっき出した、望みの、じゃない方、月物っていう話の方で、主人公が、まあ、要は、ある人、ね、ある種の存在に、こう、ちょっと心をね、かけて、一瞬のこう、ちょっと同情ですよ。ちょっと心をかけて、こう、やると、向こうが、背負う気あるのか。お前背負えんのかって来る。ズーンと来るというね、偽善者なんつってね、というね、まあ、実は恐ろしいこう命題を持っている人なわけです、作家としては。で、まさにその先週僕三宅さんにね、いやーでもそれじゃあちょっと監督って言った問答はその話なわけですよ。つまりいい人が辛い目に遭うの先はないんですかと、その優しい人はそういうものを見てしまうとして、でもその方が、その人が見てる世界の方が大変かもしれないけど豊かってことにとりあえずしときますかみたいな話しましたけど、まさにその話ですね。パラノーマンっていうね、人形アニメ、これもそういうようなことを描いてたと思いますが、はい。で、とここまで話してきてわかるように、三宅龍太さんの本質、持ってる持ち味、作家としての資質もまた、実はジェホラー的な表現いくらでもできるし得意なんだけど、実はやっぱり本質はジェホラー的なるものとは似て非なるものが本当の持ち味。もっと言えば最初に言ったように、もう怖がせることは主眼ではない作家なわけです、そもそもが。さっきから言ってるように、はい。でそう考えるとどうですか、今回の黒い団地。もうご覧になった方はね、お分かりでしょう。あるいは現在テレビ放映中のスピンオフシリーズ含めてですけど、こんな三宅龍太的なメッセージの作品はない。ほとんど集大成的な作品ですね、このスピンオフシリーズとかも含めると。はい。というふうに言えると思います。でね、それがより純化されてるとも言える。樹王の白い老女とか、七つまでは神のうち、さっき言った、罪悪感と責任の作家、三宅龍太の作品も強烈に出てる作品ですけど、ただ同時に、特に前半にはね、まだその、観客サービス的に、まあ、言っちゃえばその J ホラー的ショックシーンも、まあ入れてたりするわけですよ、そういうのが。でもそういうのを今回、黒百合団地もそういうのも完全に削ぎ落として、罪悪感と責任っていう、そしてそれがその、そういうその心、イコール心霊のドラマに完全に焦点を絞ってる。よりこう、焦点が絞られた作品になっているということです。で、今回特に、その、怖いな、怖い、ちょっとカッコつけです。その、J ホラー的な怖さじゃないです。後から考えるとこれは怖い話だと思うのは、その、罪悪感の出発点っていうのが、例えば、七つまでは神のうちであったら、本人はもう忘れてしまっているようないじめの記憶であるとか、あるいは、ま、今回ね、いろいろ、例えば黒百合団地のそのスピンオフに出てくる、まあ、事故、ね、ある事故。で、そのきっかけとした自分がきっかけの事故であるとか、ではなくて、まあ、それももちろんそのきっかけになり得るんだけど、メインで扱われているその罪悪感の出発点は、本当に日常の中の何気ないやりとりにもそれはあるんだと。起こりうるんだと。それは生じてしまうんだと。これ完全に我々の人生の中に実は山ほど隠れてる瞬間なわけですよ。普段は僕ら忘れてるわけです、そのことを。なんだけど、ふとした拍子に、あの時俺、でも十何年前に言ったようなことですよ。十何年前にふと言ったこと、あ、俺あの時あの人にあんなこと言っちゃったけど、すげえダメじゃん、それ、みたいな。で、その結果その人が今どう思ってるんだ、怖いっていうような。あれをあの人はこの十何年間どう思ってたのか。怖いみたいなことってないですかね。はい。これあくまで主観的な罪悪感であるってとこがポイントなんですよ。傍から見たらそれはあんた悪くないよってことってあるから関係ないんですよ。で、それこそが人生に、我々の人生に実際に山ほどある魔の瞬間なわけですよね。そこを今回切り取ってるから怖い。普通の瞬間なんです。普通の会話なんですよ。普通の家族の微笑ましい会話が全ての魔の
きっかけになりうるということを描いてる。だからこそその瞬間をですよ、前田敦子さん演じる主人公がなすすべもなく見ているしかないというシーン、このなすすべもなく見ているしかないっていうのは、これ前もどっかで言いましたけど、映画というものに非常に向いている設定なんです。それはなぜなら観客もそうだからなんですね。はい、すべての展開を我々はなすすべもなく見ているしかない、そうだから自分がしでかしてしまった、ある、いや普通の会話なんだけど、そこを見ているしかないという、そのある中盤のシーンがまさしく悲しくて、そして心底恐ろしい間の瞬間であり、というね。僕ははっきり言って、あの場面はやっぱちょっとポロッとこう、言っちゃいました。やめてっていうね。うん、泣いてしまいましたね。さ、で、あとこのシーンに至る、一連の流れ。例えば、夜の廊下からこう中に入ってくる、これワンショットの、カメラワークなんですけど、まずこの夜の団地を捉える撮影がもう本当に素晴らしいですね。これね、全体として。ですし、その夜 の廊下、から、要するに隣の部屋から、夜の廊下から自分の部屋にこう中に入っていくと、夜だったはずなのにそのままのワンカットで行くと部屋の中は朝の陽光に包まれているという。これはまさに、あの、要はそのアパートの部屋ね、あのフロアをですね、セット丸ごと作ったというだけはある、まあ、美術といい照明といいが全てうまくいった非常に見事なワンショット、だなと思いましたし、という、まあ、このシーン、このシーンは要は物語が大きく反転する中盤のまあポイントですよね。このあたりまではですね、その三宅さんのその物語と、ドラマをね、非常に繊細に切り取り積み重ねていく、こう、中田監督のまあメロドラマ的な資質というか手腕、それとやっぱりその独特の不安定感を称えたその前田敦子さんの存在感、これがもう非常に、もう全てがうまく噛み合って非常に端正な出来、だなというふうに思います。で、あの、勘のいい人だったらもう前半のね、序盤のあたりから多用される非常に奇妙な主観ショット。なんだこれはっていう奇妙な主観ショットであるとか、あるいはカット割りですね。ある人物と、同時に絶対撮らない、絶対画面に入れないという、まあ、カット割りであるとか、セリフの間合いなどで、まあまあ、真相がなんだかっていうのは、まあ、勘のいい人だったら気づくとは思うんだけど、ただこれっていうのはやっぱり前半、展開としてはひたすら地味なんで、もうほぼ何も起こんないんでね、もうひたすら地味な前半のテンションを保つ仕掛けにはちゃんとなっているということで、僕はこれ非常に肯定的に捉えてますけど、はい。ただ、微妙な、だなっていう部分が増えてくるのは、まあそっから先、特にクライマックスからラストにかけてだと思います。はい。特にまあクライマックスね。まあ非常にこう事態がどん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 こう異常性を増してくるわけです。どん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 こう異常な空間になっていくと。で、この異常な空間になっていくに従って、まあ、例えばその照明であるとかっていうのはまあこう異常になっていくわけですよ。こう異常、どう異常かっていうと、どこに光源があるのかわからない水門みたいのがね、こう光のあれになってふわーってなって、で、そこにこう青とか緑とかいろんなこう色に変わっていくわけですよね。部屋のあれが。要はその実際には絶対にない光源の光になってるわけです。で、まあこれはそのなんか主人公のトラウマとね、あの要するに水辺のこうふわーってこうなってるね、その、主人公がかつて、体験したそのトラウマ的な体験の時にその水門が立っていたからだっていう、まあ理屈としてはわかる気がするんですが、で、なおかつ、そのね、青だ緑だって、要はもう露骨におどろおどろしい絵面になってるわけですけど、これ、まあおそらく、中田秀監督は、その、古典的な、本当に、いわゆる日本の昔ながらの古典的な怪談映画の演出っていうのを意識されてる、わけですよ。それこそその今回の話っていうのは、ボタン道路っていうね、もともとはあの怪談話で、まあ何度も映画化もされてますけど、ボタン道路だっていうことで、まあ最終的にはこう、いろいろこう、着地というかね、こう、脚本とのその、すり合わせができたみたいなことをね、インタビューなどでもね、書いてあったりするんで、まあボタン道路がベースになってるわけだから、まあまあもちろん古典的な怪談映画なわけですよ。まあ要は、幽霊が慕ってきちゃって。で、家に入れたらもうおしまいだって。こう家に入れるの入れないのっていうの自体がもう古典的な怪談話なんで。まあ、演出意図そのものはわかるし、間違ってはいないと思うんだけど、ただその、なんて言うんですかね、こう水門がこうなって水がカラフルになってっていうのがこう、光がカラフルになってっていうのはなんか多分やっぱ今の若い特に観客の目にはですね、はっきり言って単にチープに映ってしまいかねないと思うんですね、僕ね。ちょっと、もって意図はわかるけど、これは多分今の観客には早い話舐められるなと思ったんですね、これね。この見せ方はと思って。で、僕も正直ちょっと意地悪な言い方しますけど、ディスコかって思いました、ちょっと。ディスコっぽいって思っちゃいました、ちょっとね、その光の当たり方とか。なので、せっかくセット丸ごと作ったんだったら、もうちょっと違う、その、